third service. If you have a cell phone, please change it into a silent mode or switch off the phone. Please make sure.Now we'd like to start the third service of Tokyo Antioch Church on May 17, 2015. Now I'm going to pray. Dear Heavenly Father, we praise your name. Thank you for gathering us together this morning. Thank you that we are able to worship you together.Please protect the works which is given by you. Help us so that we can worship you from the bottom of our heart. And please give the blessings and grace to each one of us.And please give the blessings and grace to those who are watching on the internet. We'd like to pray in Jesus' name. We'd like to have the time of praise and worship together. Please stand up.
Those who rely on the Lord will never be disappointed. Do not depend on your own power and strength, but expect a great thing of the Lord. I'm going to fill you with graces. I'm going to bless the work of the praise band to the place where the praise band is sent. I'm going to open the connections. Continue to go to the place where I send you. Even in the things which is, seems impossible to you, but God, if God says that work will be opened, if you continue to follow God, you would see the glory, my glory. Dear Heavenly Father, thank you very much for this time of praise and worship. Thank you for the words of prophecy. Please bless this morning service. In the name of Jesus we pray. Amen. Please sit down. Now we'd like to have the time of prayer. Please be quiet before the Lord and have the fellowship with the Lord in prayer. お祈りはそこまでにしていただき、再び賛美をしていきたいと思います。
それでは主の祈りを共に祈っていきたいと思います。初めての方はモニターの方をご覧いただければと思います。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり、アーメン。それではパウロ秋元牧師に聖餐式を導いていただきます。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げさせるものであります。この教会In this church, we recommend you to take part in this service. If you believe in Jesus, の人を信じ、洗礼を受けられた方、また洗礼を望んでおられる方々にはこの式を行うことをお勧めしております。ですからイエス様を信じ、洗礼を望んで、洗礼を受けられた方、望んでおられる方々はぜひこの式を行ってください。またインターネットで礼拝に参加されている方々の中でイエス様を信じ、洗礼を望んで受けられた方、望んでおられる方々もぜひこの式に伺ってください。またインターネットの方々はご自分でパンとブドウ酒、ブドウジュースを用意して参加してください。お祈りします。天の様、このパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福し、インターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。また一人一人のうちに恩恵と恩知の恵みを表してください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。これらの祈りをイエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。
イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、彼に与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。イエスは彼に言われた。これは私の契約の血です。多くの人のためになされるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。この聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは献金の時を持っていきたいと思います。神の国と神の義を共に賛美しつつ献金の時を持ってまいりましょう。それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金を感謝いたします。今あなたから与えられたものの一部をお一人お一人があなたの御前にお捧げしました。どうぞこの捧げれましたものを清めてくださり、リバイバルの働きのために、御国の働きのために用いてくださいますようにお願いいたします。また捧げられましたお一人お一人のうちに主からの豊かな恵みと祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。この献金を感謝して、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所を開きしたいと思います。本日のメッセージ箇所は創世記12章1から2節になります。新科学聖書の第3版をお持ちの方は旧約聖書の16ページ、第2版をお持ちの方は15ページになります。
それでは司会者の方で読まさせていただきます。創世記12章1節から2節。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれた故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民として、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。本日はこの箇所を通して特別賛美、しばらく賛美の後にパウロ秋元牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日はバトルディペンズオンゴッドという曲を賛美します。
お立ちできる方はお立ちください。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る仲間の喜ぶこともない。みよイスラエルを守る方は、まどろむこともなく出ることもない。主はあなたを守るか。主はあなたの右の手を
途中で諦めてはなりません。あなた方には最後まで全うする力があるとおっしゃいます。私を信頼し最後まで全うしていきなさい。その時見るあなた方の奇跡は非常に大きなものであるとおっしゃいます。このイスラエルを霊的な基盤とし、実際的な基盤として主はさらにこれからの働きを大きく進めていくとしか言われます。それらの事柄が進む中で、あらゆるジャンルの偉大人の方々との関わりというのが開かれていくとしか言われます。今年度イスラエルに行くことを導かれていて、今不可能だという状況にある者は何人かいるとおっしゃいます。示された者は祈り始めなさい。私はその他で奇跡を行い、働きをなし、道を大きく開いていこうとおっしゃっています。またこの以前から主が語られていたこのユダヤ人のこのラビの方との この関わりというのが間もなく開かれようとしているとしか言われます。この方のこの旧約からの学びというのは確かに見分けなければならないことがありますが、この主が語られることがあるとしか言われます。さらにこの賛美の畑を私は広げていこうとしなさいます。一つ一つの体験を大事にしつつ進んでいきなさい。それが土台となり、さらに大きな事柄を成していこう。このユダヤ人の方々との関わりがさらに進められる中で、この聖書のこの聖書的な土台というのがさらに深まり、また聖書的な土台というのがしっかりとした教会としての歩みというのが導かれるとしか言われます。栄光を表すため、主よ栄光を表してください。この地を癒してください。
心から望んでおられる主よ栄光を表してください。この地を癒してください。あなたに賛美を捧げます。天の様、予言の言葉をありがとうございます。また特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお願いいたします。アーメン。どうぞお座りください。皆さんこんにちは。インターネットの方々こんにちは、こんばんは、おはようございます。それでですね、今安徳教会では短いビデオを作ってるんですね。それでいろいろな基本的なことを学んでもらおうとしてですね、今2つできましたので、まずそれを見ていただきたい、こういうふうに思います。皆さんこんにちは。今日のテーマは祈りです。祈りが聞かれるポイントの一つに、心から願っているかというポイントがあります。神様、今日一日あなたの導かれる通りに歩ませてくださいと口でお祈りするとします。しかし心の中では、今日は天気が悪いし、お家の中で寝っ転がって映画でも見ようと心の中では決めています。口では神様が導かれるようにとお祈りしているのに、心の中ではもうすでに自分でやることを決めている。要するに、お祈りしている内容を心から願っていないのです。これでは祈りが聞かれません。お祈りするときに、私たちが心からそのお祈りを願っているかどうかというのは大切なポイントの一つです。皆さん、お祈りするときは心からそのお祈りを願っているかどうかチェックしてくださいね。そうした方がいいと分かっているのに心から願えないときは、その願いさえ神様に求めるといいですよ。それではまた。皆さんこんにちは。今日のテーマは許しです。この許しという問題は、祈りが聞かれることと密接な関係にあります。お祈りするときに心に引っかかりを感じたことはないでしょうか。思い出してみると、親兄弟と喧嘩していたり、また会社の人と言い争いになったり、許してないままで祈っているということはないでしょうか。聖書を見るときに、この許しと祈りはセットで書かれており、先ほどお話ししたように密接な関係があると思われます。それではそんな時どうしたらいいのでしょうか。神様にまず悔い改め、また相手のことを許すことができるようにお祈りしましょう。私たちが許せない心を持っている時に、それは神様との関係をとどめてしまう原因になってしまいます。神様は私たちの思いも知っているので、心に何か引っかかりを感じた時は、
神様に祈ってみましょう。もしかすると誰かのことを許していないのかもしれません。それではまた。はい、どうもありがとうございます。どんどん作っていきますのでね、なんかアイデアとかなんかある方も、言ってみていただきたいと、こういうふうに思います。それで、今の風の響きの2週が出てますが、その、賛美曲賞が決まりました。それで、総合グランプリはですね、佐藤翔子伝道師ですね、これが総合グランプリと、これになりましたね。おめでとうございます。それから賛美曲大賞、これはですね、谷口元子姉妹、牧会伝道師の甲府ですね、慈しみはいつの日の、これが賛美曲大賞となりました。おめでとうございます。が最優秀賛美曲賞は、佐藤翔子伝道師の神の勝ち、これが最優秀となりました。それから改修賛美曲賞は、ダビデ前田牧師の風の響き、ね、これがおめでとうございます。それから、優秀賛美曲賞、これは佐田牧師のピースビーウィズユーですね、これが優秀賛美曲賞、おめでとうございます。それから優秀賛美曲賞は続いて、茅野牧師のここから、これになりました。おめでとうございます。それから、四日市の太田恵里沙ちゃんのすべてが駅となる、これが優秀賛美曲賞になります。それから、四日市の太田恵里沙ちゃんの風の響き、これが優秀賛美曲賞。そして、海外で一人入りましたね、チェコ教会の、ハベルさんの栄光を表してもらい、これが賛美曲賞。で、作詞賞は、最優秀作詞賞は慈しみはいつの日も、甲府の谷口牧会伝道師ですね、はい、が優秀作詞賞は神の勝ち佐藤伝道師、はい、それから風の響きダビデ前田牧師、それからここから、茅野牧師ですね、ないですね、それから、風の響き太田恵里沙姉妹ですね、ありがとうございます。それから支援の特別賞は、鹿児島の、瀬野口彩姉妹ですね、支援53編、はい、おめでとうございます。主の手のあることはね、どんどん進めてくださいね。で、主の技がどんどん進んでいきますので、期待してて見ていきたいと、こういうふうに思います。それで、神様の、賛美の働きを通しての働きっていうのはね、こういろいろ進んでいってます。で、この間ゴールデンウィークの時も、ちょっと普通起こらないようなことがね、いくつか起こってきていて、各賛美隊がいろんなところで奉仕されてますが、一つ、びっくりしたのは、関西に行って分かったんですけど、肉フェスタのね、奉仕したグループ、ね、あれすごかったんですって。で、聞きましたら、肉フェスタがやる会場の、そばで目立たないところで1日前にこうやってたそうですよね。そしたらそこを通りかかった人がいて、こんなところで、やらないでリクエストでやったらって、責任者の方がとかっていうか、大体そんな人が通りかかるっていうこと自体が普通ではないですよね。そして、肉フェスタでやることになったんですが、6時半からと7時半からどっちですかって言ったら、これもすごいですね、両方って言って、両方でやるっていうのはすごいですよね。そしたらね、それがすごくね、有名だったっていうのは、関西って分かったんですね。関西でテレビ放映されてたんですって。だからね、ちょっとびっくりいたしましたよね。で、主の手があるときはどんどん進んでいきますから、見といてください。
それからギフスが、お寺で賛美をした時ね、なんか隅っこでやるつもりだったらお坊さんがどん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 真ん中に連れてっちゃって、そこで賛美をしたと。もちろん仏様を賛美するんではなくて神様を賛美するわけですからね、特別な恵みがあったなと。そして、非常に感動されたようですね。それで、いろんなお寺をね紹介してくださるということで、そして、高野山の可能性が出てきたんですね。まあ、どうして高野山特に思うのかというと、高野山と比叡山というのは、二大霊場だということと、先週 NHK で高野山のことをね、空海のことを取り扱ってましたね、番組でね。だこれもなんか偶然ではないんじゃないかっていうふうに感じることもあってね、主の働きは進んでるなというふうに思います。で、お前の方向でどん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 神様の働きが進んでいきますので、でこれからね期待して見ていきたいと、こういうふうに思います。そうしましたら、オーケストラね、オーケストラが外部奉仕をすることになって、そしたらどんどん増えちゃって、それに婦人会が乗って、そしてそれに英雄会とウラノスが乗って、他はまだ乗ってないのかな、そんだけすごい乗りますね。それで何でしたっけ、ブルーベリーか、ブルーベリー の農園がスタートするんですけど、そこのこけら落としに奉仕をすることになりました。なんか一般のグループも招いたんですが、こっちからたくさん来るって言って、じゃあこちらだけで行くっていうことでね、そして行くっていうことになりましてですね、そしてですね、人数が増えたので、なんかバスで行くと、バスを借りてね、特別に行くというね、そういう感じになったそうですね。どうぞ働きのためにお祈りください。で神の計画はいろんなことを開いて進めて進んでいきますのでね、次に何が起こるかということを期待しつつ見ていきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、賛美大会においていろんな、逆転とね、それから何だっけ、番狂わせが起こってきています。でたまたまね、関西の時には番狂わせ起こるかなんとかって書いたんですよね。でそれはですね、もうアイデアが枯れてしまってね、枯渇してしまって、もう言うことないから、じゃあ番狂わせが起こるかって、そういうふうに、書いたんですよね。そうしましたら、なんか森牧師が会った時からね、この題が気になってしょうがないんですとか、なんか言って、予言的だからとかなんか言ってですね、いや、それはたまたまついたことですよっていうことで、そしてやったら、そしたらですね、シエルが、ね、去年7位ですからね、7位入ったあのシエルがね、番狂わせで3位に入っちゃって、そして番狂わせが起こるんじゃないかって心配していた森牧師が夢でね、夢じゃないか2時間虹で入っちゃって、そしたらもうキャーとかなんか、ね、声がしましたよ、あの時にですね。でやっぱり全国の賛美グループの力が上がってるので、やっぱりどん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 みんながね上がってきてますよね。でこれで辞典枠は大変なことになってきましたよね。だってもう辞典枠で去年の白馬チームのうち4チームぐらい入ってるでしょ、5チームか、辞典枠4だっていうのにね、5チーム入ってるな、 6チーム入ってたかな、5チームかな、5チームですね。うちの辞典枠なんだっけ、ウルナヌスとトゥルースとあれですね、5チームね、5チーム入ってますよ皆さん。これ辞典枠の数が4だから、これ大変な激戦になるということですね。でどうぞお祈りください。やっぱり主の手があるから、どん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 働きと技がね進んでいきます。それとともにですね、この本を読んでくださった方がいらっしゃるんです。他教団の牧師の方でね、それで非常に良い消化、バランスの取れた良い本でしたっていうことをねやってくださいました。で特に女性の奉仕者とかそういうことに対する偏見が日本にはあるので、どうぞ皆さんもね、読みつつ理解し、あるいは必要な人があったらね教えていただきたいと、こういうふうに思います。
それとともに、雲の間にある虹が出てるんですが、岡田先生読んでくださってるんですよね。そしてね、すごい褒めてくださったんですけどもね、それは何かっていうと、新井先生の思い出の2位、ね、続きを書いたんですけど、そのことがね、だいぶ、内輪の事情をねばらしてますので、まあ、今のまばしの人は知らないと思うんですよね。その時代のまばしでそこであったことからですからですね、なんか、そういうことが出ています。ですからどうぞ興味があったらね、皆さん見といていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、白馬のキャンプが7月の28から31までの間にあります。どうぞいらっしゃってください。特別な例の祝福はこうあります、恵みはありますね。そして、興味深いのは子供がね行きたいと言ってくるんですよね、具体的にですね。で子供が祈りに来る時の祈りの課題で本気の場合はね、大体2つなんですね。一つはね、頭が良くなるように、あるいはね、次の点数が良くなるように、ね、そういう祈りなんですね。それからもう一つはですね、白馬に行けるようになんですね。だから白馬のことがねすごく心に残ってるんだなってね、もちろん楽しい ということもあるんでしょうけども、やっぱり特別な例の祝福がその中にあって、それも感じておられるのかなっていうことをね、非常に強く感じます。また特別な御心のあるところなので、どうぞ皆さんねいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それでメッセージの方に入っていきたいと、こういうふうに思うのですね。私はですね、スキーをやってたんですね。それどうしてスキーをやったのかっていうとね、絶対やらないつもりだったんですね。それは何かというと、聖霊に言われてたからですね。2つ、自動車運転したら事故を起こす、スキーをやったら足を折るって私ちゃんと示されてたんです。ところがね、どうしてもねやめられない理由が出ちゃったんですよね。それは何かというとね、スキーキャンプをスネロイで始めちゃったんですよ。そうすると私スタッフでしょ。で新井先生はねリーダーだから細かいことやんないわけですよ。で実質的なことをやる人がね結局私になっちゃった。だからやらざるを得ないでしょ。そしてねスキーの時にね私だけ最初残ってた。そしたらねスキーキャンプのディレクターがスキーに行かないっていうことはね、何とも言えないね微妙な空気をもたらすんですよね。それでみんなね誤解してる。私がスキー行かないのはね、せっかくこんな面白いものをね行かないでね我慢してるんだってかわいそうだって、もう完全な誤解なの。私なんて行きたくないんですよ ね。そしてね無理やりやらされちゃったんですよね。最初は女子の初級に入れられてですねそしてね、スキー人生が始まったんですが、一つはねそういう後ろ向きの気持ちがあるからスキーが上達しない全然、ね、それともう一つはねスキーってよく分かんない、ね、山に体重かけろとかなんか言うとね倒れちゃう、逆回やったりしてね、よく理解できないんですよね。そしてね結局ね、スキー十何回やったのかな。で取得したのはね暴言まあスキー知ってる人は分かると思うんですけどね、暴言って初級なんで、ね、じゃあ次にどうしていけなかったかってね、コツは分かんないんです。コツは分かんないし、さらにね進展しようとも思ってなかったし、上手くなろうとも思ってなかったんですね。そうしますとね、もう暴言だからね、それが足を折った理由になっちゃった。でどうして足を折った理由になったのかっていうと、ぐーっと好きで置いてたでしょ、こうやってね。そしたらね、パラレルになっちゃった。パラレルなんてできないわけですよ。あーってやってるんですね。そしてね、もう一つね、止めることができなかった。あーってやってるわけですね。
そしてね、その辺で大体ひっくり返って全てはいつもうまくいってたのが、その時うまくいかなくなっちゃった。だからパラレルができないから、あーってる間にこう合わさっちゃって、あーって言って転び方知らないから前転しちゃったんですね。だからこれで前転すればね、スキーが折れるか足が折れるかどっちかな。でスキー折れてなかったから足が折れたんですよね。でコツを知ってればね、簡単なことが、コツを知らないがためにダメってことがあるんですね。で、信仰も皆さんね、コツなんです。これを捉えてるかどうかっていうことはね、重要な意味合いを持ってるんです。だから皆さんね、信仰のコツを捉えてるときにどういうことなのかっていうと、具体的な主の働きをより多く見ていくってことになります。また信仰のコツを捉えてるときに何が起こるかっていうと、問題が生じるでしょ。でも皆さんね、信仰の対応って問題の結果ってね、変わってくるんです。だからその身を見ないっていうことになっちゃうんですね。ですから信仰のコツを知るっていうことはね、すごい重要なことですね。皆さんの人生をね、ひっくり返すぐらいの問題が、ポイントがありますよね。あるいはね、例えば皆さんが仕事が成功するかしないか、誰と結婚するかとかね、そういうところまで入ってきますから、皆さんこれはですね、気をつけないといけない。そしてですね、その信仰のコツの中心が聞き従うということです。で、途中までね、単純に私ちょっとね考えてたんで、聞き従う、聞き従うことによって神の計画が現れるでしょ。でそれは最善で祝福されるから、でそのラインだけ考えてたんですね。ところがいろいろな働きを見ているときに、あれって、これはね、神の計画が私たちの人生に現れる、ね、祝福が現れるだけではないなってね。例えば、先日言いましたけど、御霊の実の問題のときにね、私たちはですね、間違えて自分の努力、悔い改め、一視力でキリストに似たものになろうとします。そうするとね、あまりうまくいかないのですよね。昔言いましたよね、自分の一視力で寝受けに行ったから解放されようとした人ね、いましたよね。光くんの作った祈りのあれ通りですよ ね、 ね、何かっていうと、うん、私は起きていいよって祈るんだけど、心の底では寝ようってして来てましたよね。そしてうまくいかないと、こういうことですよね。じゃあどうして、これはですね、聖書に書かれていることと違うからです。つまりコツを知らないからです。で聖書に書かれていることは何かっていうと、御霊に導かれるなら、御霊に頼るならって書いてあるんですね。御霊に導かれ、頼るっていうことがポイントです、具体的にね。で最近はですね、映画でね、ビリギャルって流行ってるんですね。面白かったね、あれちょっと変化させれば、ね、神に適応できることはたくさんありますよね。願いのあるところに道が開かれるとかね、願いのあるところに道なんて開かれないんですよね。御心があるところに道が開かれる、だからちょっと変化させればいいわけですよね。面白かったんですね。だから寄生獣がそれよりも売れてないっていうのは嬉しいですよね。もう寄生獣ね、でも皆さんの方があんなの好きな人いるんでしょ。私ね、気持ち悪いのダメなんですよね。気持ち悪いのダメなんですよね。それでバッて出てくるね、なんとも気持ち悪いね、バッて出てくるね。それとなんか自分の内からバッて出てくるような気もしてきますよね。その時変な風にバッと出てきた時に、それはね、私ではないし皆さんではなくて違った生き物ですよね。私のうちに住んでいる宇宙人かなんかダッと出てくるわけですよね。で、御霊の実もそういう書き方をしてるんですよね。御霊の実っていう表現自体がそうですよ、ね、要するに精霊の実だから働きの実でしょ。でそうなりますと主役は精霊っていうことになります。
ところが我々は自分が頑張るんだ、自分の意志力、悔い改め力、ね、自分の努力みたいな感じになっちゃうわけですね。そうすると立法になっちゃうから、ね、ああなかなかなれない、ね、そういうことになっちゃうわけですね。じゃあ御霊に従うっていうのはどうなのか、これは皆さんね、御霊に聞き従うんです。そうなりますとね、私たちが変えられるポイントにおいても秘訣はそれであるということになりますね。それから感謝することにおいてもね、私ねちょっと思ったんですよね。何を思ったのかっていうと、なぜマーリン・キャロラーズが我々のところに来たのかってことです。だってあの人一人しかいないし、世界のマーリンさんでしょ、ね、うちは世界の死の十字架じゃないわけですから、その中のたくさんある中の一個でしょ、ね、目立たない一つのグループですよね、まあ、神様愛してくださってるけど、ね、でどこ行ったっていうわけですよね。で私ねそれは分かんなかった。ただね、自分ではねこういうふうに思うようになりました、ね、それは何かって言いますと、マリンさんとお話をした時に、ね、マリンさんの教えは全て感謝でしょ、ね、そしてマリンさんの教えはね、これやめとこう、これ出ないからこういうとこはいね、後で捨てといてくださいね。ここにね、こんだけあるんだよ、こんだけ。だからね、下手に出ないのを選択しちゃうとね、なんとかあれと相性があってね、これを取るんですよね。そうすると出ないってことなんですね。で、マリンさんの教えは2通りですね。すべてについて感謝。それと、主に従えば主が働いて全てが益となる。それとね、こっちの方が強調されてるんですよね。全て感謝ね。でもこの2つの教えなんですね。そしてね、マリンさんとお会いし、そして、分かってきたのはね、主に従えば全てが益となるっていうことが中心で、感謝で、そしてこれで完全であるっていうことが分かります。ということは、皆さんが全てを感謝しても主に従いになれば、ある祝福を見ないということになりますね。そしてですね、主に従うのが感謝の祈りの中心であるということをね、ちょっと感じてきたんですね。そうしましたら一つね、私が分かったことがあります。我々はキリスト愛のグループでしょ。で、世界にそういう方々はいらっしゃるのかもしれないけど、少なくとも私の知ってる限りはいなかったんですね、我々のような形で。ただジョージ・ミューラーの本とかハドソン・テイラーの本を見たときに、あ、そうだな、ね、この人たちが模範だなとこう思いましたね。そしたらね、マーニンさんが私たちの前にいる人たちだったんですね。ですね。そしてね、私ね、こう思うんですね。どう思うのかというとね、いいですか、私たちは聞き従いの導きを受けて歩んできたグループですね。で、マーニンさんね、聞き従いなんです。だから神様、マーリンさんを私たちに送ったなと私は思っています。で、この教えは実は聞き従いが軸になっているからですね。これですね。で、そうなりますとね、皆さんね、聞き従うこと、これはね重要な事柄になります、ね、そしてその中では起こってくると。それとともにね、主の十字架ってね、賜物の教会とね、思われてるんです、ね、おそらくね、どうカリスマだと思ってますみんな、ね、だからね、教会の中でこんなバカやってんのかなってね、そういうイメージじゃないですかね、多分ね。でもね、皆さん非常に理知的でしょ、非常に静かですよね。で、中野牧師が言ってましたよ、なんだっけ、リバイバルミッションはうるさくて主の十字架は静かって、静かに寝てるからですよそうすると皆さんね、印象が違うんですね。しかもね、皆さんね、
賜物なんて、賜物すごい重要ですよ。我々求めてたんじゃないんだから、ね、我々は聞き従い求めてて、それで、ね、神様は何と言われるかっていうことを捉えるのが祈りでかかるし、大変な時に予言が与えられて、そこから癒しが起こり始めたでしょ。ですからね、皆さんね、私たちはね、聞き従いのグループなのです。でもね、後になってね、今私は思ってるんですね、この賜物の働きのポイントは聞き従い。なぜならね、例えば私がパワーアップしてね、私が触る人がみんな癒されるとか、そういうことじゃないんだから、ね、わぱぱぱっとねあの神様が働くわけでしょ。そしてね、そういうふうに主はね、訓練してきましたよ、ね、さっきちょっとアフリカで働きをした時のことを言いましたけど、説教して、で招いた100人ぐらい来て、で祈ったでしょ。ちょっと祈った、ダーンと倒れちゃった。そしたらケニアの人たちもびっくりしちゃって、私もびっくりしちゃいましたよね。もう人が死んだと思ったから。そのぐらい激しい倒れ方ですよね。そしたら神様の技が起こったって言われたんですが、こっち半信半疑ですよね。 なぜ半信半疑なんだ。普通にやってるのに勝手に向こうが入られたの、うん、だから怖いんです皆さん。それは何かって、主の時が来るとそうなりますから、ね、そしてね、次にまたね、同じ場所で説教したのかな。そしたらね、みんなの雰囲気が違うんですよ。何が違うと、すごい人が来たみたいな ね。でそれ意識しちゃうじゃないですか、こっちが、ね、そうするとね、なんか怒らないのまずいなと思ってですね、困っちゃうわけですよ、ね、それでもうなんか怒らないといけないなって、あれみたい、あのエリアがあの雨を、ね、呼ぶときに、バールの預言者が雨降れって体叩いたり、なんかね、なんか怒れって何も起こらない、ああいう感じ。そしてですね、一人もですよ皆さん、あのね、私がちょっと祈っただけですごいパワーが働いて、100人以上がいっぱいに倒れた猛烈な働きが起こった同じ場所で2日後にね、一人も倒れない、ね、何にも起こらない、ね、でもね、それで教えてますよね、働きは神のものである。そうなりますとね、例えば私がいかにパワーアップされたとしても、私の思うように癒しは起こるわけでもないし、奇跡は起こるわけでもないですよね。でそれは何を言ってるのかってね、主の御心ですからね、これが鍵になる。だから皆さんね、従うことが鍵になるんです、ね、例えば皆さんが体力を保つためには居眠りが鍵になるようにですね、で私たちを通して主の働きが進むためには皆さんね、従うことが鍵になるんです。そうなんですね。そしてね、従うことが鍵になるときにね、ちょっとこっちもね、信仰的に開かれてきてね、分かってきましたね。それは何が分かってきたのかっていうとね、こう祈っちゃうわけじゃ、従わせてください神様、何とかして神様に従わせてください、御心を行い、もちろん祈るっていうのは必要ですよ、いいですか、ねねね、それとともにね、一つ分かってくるわけです ね。何が分かってくるのかっていうと、あの従うっていうことは、あの要するにリンゴくださいというのは違うわけですよ。もう、ね、リンゴくれるかどうか、神の御心かどうか分かんない、ね、しかし従うっていうことはもう明らかに神の御心ですよ。それ従う人にしようとしてるんですよ神様。そうでしょ、ね、従わない人にしようとしてないでしょ神様、ね、でその時に分かってきたんですよ。あ、それならばもう従う力が備えられていると。だから皆さんね、従わせてくださいって祈ることが必要だと思うんですね。神の恵みを受けると、しかし御心の祈りなら応えられるから、皆さん応えられたってことをはっきりと告白をしてください。私に従う力が与えられた、なぜならこれは御心だから。御心を行う力が与えられた、なぜならこれは神様が計画しておられることですよね。だから皆さんね、私たちは神の御心を見るときに何と力がないと思うんですが、実はね、神様が与えてくださっているということを信仰を持って告白し対応する必要があります、ね、
告白し対応してできなかったらどうするか、皆さんちゃんと信仰を持ち続けるのです。皆さんね、たとえ神様のリバイバルが来るっていうのが遅れたとしてもリバイバルが来ます。時が来た時に大きく動くのです。もう答えはされてます。でそれでね、私がね、大きく祝福を受けたのはね、いろんな集会のことです。ね、集会の時いつも祈るんですね。あ、用いられるように。そしてね、あ、今日は良かったかな、今日はダメだったかなっていうふうな、そういうパターンでした。でも途中から気がついたんですね。主に言われたんですね、使わせてるのは私であると。で私が使わせてる時にもうすでに私の最善の技がなされていると、それを信じなさいって言われた。でもね、それ信じることにした。そしたらね、集会で救われる人の数は違ってくるし、働きは安定してくるし、でその時に、ああと今までね、ちょっと不信仰な基盤で歩んでいたかなと、こういうふうに思います、ね、でどうぞ覚えてください。鍵は従うこと。皆さんね、みんな従うことができるんです。なぜ従うのかというとね、従う100人走って1人が従って、あと99人がダメかってね、選別するためではないのです。それは私たちの中に従う身を表すためであり、それを通しての栄光を表すためなのですね。それで神様はね、すでにね、それを用意しておられるんですね。でどうぞそれらのことを覚えつつね、歩んでいてください。お祈りにします。天皇様、お人よしとのうちに豊かに働き、サインご横と宮沢らしてください。告白をしっかりとさせるように主が語っている方がいらっしゃいます。自分の思うようにではなく、神様の言葉に沿ってやるように主が語っています。天皇様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢らしてください。なんかこう自分をですね、卑下してマイナス的に考えている方がいらっしゃいます。それは、主にないご自分を考えている方であり、主にあるご自分をしっかりと受け取るように、でそれを告白するように主は語っています。ギデオンの臆病な時のギデオンではなく、主に従った時のギデオン、これを思い起こしていきなさい。天皇様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢らしてください。いくつかの約束をちょっと忘れてしまって、違うものをちょっと集めている方がいらっしゃいます。これは祝福されないことになりますから、神が与えた約束というのを思い起こして、それを進んでいくように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔やみの心をしたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。ただ、あなたがこの場にいらっしゃることをありがとうございます。お一人お一人の体と精神により癒しを行い、解放になってください。イエス・キリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって免罪、お一人お一人の肩と精神が病の良さい。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の肩と精神が免罪、癒されよ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 。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の肩と精神の癒しを宣言する。首と肩が痛い方がいらっしゃいます。これが癒されました。腰と右の足のところが痛い方が癒されました。喉が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって押し通した稼働精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。報告、スクリーンでいきます。はい、アメリカチームが明日から行きます。お祈りください。
白馬キャンプ、どうぞ皆さんいらっしゃってください。風の響きの3週ですね。はい、応募です。はい、関西三民大会で一般はスプレンダー虹が行くことになりました。自転枠にシールと、はい、6月20日からチェコ、そして7月14日からパトモスに行きます。感謝の選手は4時半から。はい、あとはいつもの通りです。報告をお願いします。白馬キャンプが行われます。7月28日プレキャンプ、29、30、31日と本キャンプの日程で行われます。このキャンプはこのどなたでもご参加いただけます。朝夕の聖会、またゴスペルグループコンテストの決勝大会、一般の部、ヤングの部、黒部ダム観光やこのソフトボールなどのレクリエーションなど、この非常に楽しい神様の祝福と恵みに満ちたキャンプです。すでに受付が始まっていますけれども、この受付のところに募集要項と申し込み用紙が置いてございます。また白馬キャンプのこのサイトもこう開いてますので、ぜひそちらでもチェックしてください。あの皆様のお申し込みをお待ちしています。白馬キャンプの際に東京アンテオケ協会からホテルまでの直行バスがまた出ることになりました。申し込みの方を受付開始しましたので、協会の方は入り口のところの申し込み用紙をお読みの上にお申し込みください。今インターネットをご覧になっている方々は協会の方にお問い合わせ、お申し込みをお願いいたします。伝道部からのお知らせです。今週の土曜日23日この場所で6時半よりゴスペルの集いがあります。楽しい交わりの時もありますので、ぜひ来てください。お待ちしています。3時45分からのサンドイッチを食べましょうということですので、2丁目会館の方にお集まりください。はい、それではこれで礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。